おはようございます。黒原軍団のタクです。本日のターゲットホールは神奈川県は横須賀市にありますリッチランドさんです。朝の並びは約30人ぐらいの中、抽選番号は18番でした。本日の立ち回りなんですけれども、以前こちらのホールさんお邪魔させていただいたことと、前日の下見を踏まえまして、設定狙いで動きたいんですが、全体に散りばめられている時であったり、消し単位で固まって高設定入ってるんじゃないかなっていうのが見える時もあるんで、朝一からしっかり状況把握していきたいと思います。その中で北斗の県転生の賞に2台狙い台絞ってありますので、抽選番号も悪くなかったので取れるんじゃないかなと思いますので、そこから攻めていきたいと思います。ただいま連敗してしまっているので、本日連敗止めれるように頑張りますので、応援よろしくお願いいたします。おはようございます。お願いします。あれ、狙いの転生は誰もいてないんで、とりあえず55狙い台だけちょっと押さえといて、ちょっと多分絆とかに流れてると思うんですけど、ちょっと様子先見に行きます。やっぱ多分7揃えしてるんで、学区も聞かないんで、リセ状況把握もしにくいんで、嫌う人多いんかなと。絆は狙い台1台だけこの角台やったんですけど、抽選番号と、1台しかないっていうのを合わせてね、ちょっと狙いにくかったんで。朝一、とりあえず周りを見ながら、入場お客様全員終わったというところなんですけれども、大体半分ぐらいのお客さんがジャグラーコーナー行ってて、残り ATK、RTK は、絆が前代朝から埋まって、あと馬術、ちょろっと埋まったっていうところで、転生、僕もうちょっと集まるんかなと思ったんですけど、転生集まってないっていうところで。ちょっと不安要素あるんですけど、その辺もちょっと気をつけながら、周りの状況をいち早く確認して、ちょっと構成点積もれるように立ち回っていきたいと思います。7揃いしてるんで、もちろん額チェック効かないんですが、一応前日のやめ安倍氏が122安倍氏というところなんで、どこで全長来るか見ながらます。で、店内の状況によるんですけど、この調子だととりあえず朝一この台2頃まで回してみて、なければ転生でもリセット確定台もあるんで AT 閉店で、そっち先消化してもいいんじゃないかなと思います。その後ここのホールさんの傾向として、多分高設定使ってるホールさんなんですけども、それが、メインケース中心にばらけて入れてたりだとか、固まって入ってそうな時と、いろんな時が見受けられるので、まず、高設定入ってるんであればどんな感じで入ってるのかっていうのを把握していきたいので、まずはね、リセットかかってくれてることが前提というか大事になってくるんでね、周りの転生の挙動もちょっと合わせて見ながらいきたいと思います。ゲーム発展です。あれ、レア役つきましたっけ。ああ、切りから195雨しなんで、一応次回天国は確定してないパターンですね。195雨し獲得。169飯、前日倒したら280飯超えるんで、まあおそらくリセットの方が濃厚なんじゃないかなと思います。というわけで、天覇からのエディ投戦で投資が今2本です。白原でスタートです。まあね、ちょっとアベッス解除のアベッス自体はあれだったんですけど、よくよく考えると前日122アベシアメが47ゲームで、朝一ちょっと降格かなっていうような示唆もあったんで、リセット降格だと思ってたんですが、もしかしたらまあ、天覇の伝承モードが残ってた状態でやめてた方が濃厚なんじゃないかなと。朝一10ゲーム前後に引いたスイカ以外レア枠引いてないんで、まあ、伝承モード以外に投資決起ありえないんじゃないかなというところでは強気濃厚っていう状態ですね。なのでちょっとこの辺りと、あとまあ伝承モード見てどうしようかなというところですね。勝負玉5個です。ここ全部使い切ってなんとか継続で2セット目。勝負玉はここでいきます。ラスト、よし、チャンス。はい、というわけで3セット395倍で終了です。残り63です。排除なしで66です。ちょっと天覇と、まあ、子役に引っ張られて、まあ、416アベシというところまで来たんですが、おそらく天覇もないんで、狙い台がまだ1台空いてるので、今のうちにそっちに移動したいと思います。はい、次も北斗の拳転生のショーのこの台なんですが、まあ、2台狙い台絞ったうちのもう1台がまだ空いてるので、こっちの台改めて設定カンパしながら打っていきたいと思います。では2台目打っていきます。で、この台が前日285アベシア目状態です。5アベシです。追加、これも朝一今すぐ追加いきましたけど、降格っぽいっちゃ降格出たんで、点入っててもおかしくないっていう感じですね。16アベシ勝負リプレイです。17アベシ追加、18アベシ点半の敵です。おそらく一発目の追加からですかね。早速が4ジャブシ、5ジャブシ、6ジャブシからね。700下前まで来て、まあほぼね10半やってるんで、全長が1回も見れてないんで、まだステップとか据え置きかすらわからないっていう感じですね。327ゲーム、1110ABC、天原月です。連勝もとかですね。獲得が405ABCです。さあ、何ABCかというところなんですけども、1180ABC。前日280アビしたんで余裕越しだと1465アビし、据え置きの方がおそらく多いですね。勝負球4個できます。ラストはい、というわけで単発135枚で終了です。339です。はい、よし。この台、鈴木の方が可能性出てきてるんで、伝承の入りとかは、いい要素ではあるんですけども。無理に粘るほどでもないので、伝承もどれか確認して、サービスとの兼ね合いでちょっと後で回りをいこうかなと思います。はい、今607飯で連勝モードも抜けて、幕開からの前半もなかったので、一旦まずは、周りの様子改めて見に行きたいと思います。ちょっと今周りに見た感じ、すぐ出そうな大事さえもなかったんですけども、とりあえずこの台もう一発当たるまでしておきます。で、他の状況としては絆が別に前台ついっていうわけではなさそうっていう感じなのと、今日なぜか全然前とか稼働してなかった窓麦が今満台になったりだとか、マッチョも台で1つついてたりっていうところで、もしかしたら今日は。こう設定あるんであれば散らばってるんじゃないかなと思うので、どっかしらでピンポイントでちょっと積もれるように頑張ります。あ、強制解除しましたね。74アビシできました。わけで229名獲得です。180ダメシですけども、女性カイドで女性からの当選です。今追加投資したんで総投資が、16本です。勝負玉はここでラスト、ここ全部消費で継続で2セット目です。勝負玉2個です。ラスト、失格かな。なんとか2個で継続、3セット目です。勝負玉4個でいきます。ラスト、はい、ということで4セット157枚で終了です。とりあえず伝承だけ確認します。はい、ということで伝承ボードもないんで22話目に行って、もう一度周りを見に行きたいと思います。で次、黄門茶碗なんですけども、本日は旗当たり2回引いて今ボーナス564ゲームという状態なんですが、旗当たり2回が、こういう感じで早い旗当たり引いてて、なおかつ今、周りの状況を見てると、どの機種が特に強いという機種がないので、おそらく交戦点あるならば、各機種というか、名機種に散って入ってるんじゃないかなと思うので、初当たり2回なんで、なんとも言えないですけども、今のところ、まだ打てるような感じじゃないかなと思うので、こちらに移って、もう一度設定カムしながら打っていきたいと思います。300ゲーム弱で初当たり2回引いてて、おそらく1回は少なくても臨場がポイント溜まっていると思うんで、そっちはね、訂正でも1、2回なら分からんぐらいで当たるんであれですけども、もう1回がどっちで当たったか、もう1個ポイントで当たってるなら当然高先生の方が優遇というかされますし、インの箱ポイントが2回分溜まってるであれば、それはそれでポイントの溜まり方自体高先生の方が早く溜まるんで、どっちにしろ今のとこは悪くないんじゃないかなとは思うので、自分でちょっと判断しながらできます。一応ゲーム数白なんですけど、100ゲームすぐぐらいから追ってるんで、何にせよカツ丼は入ってそうな感じはするんですよね。赤色。着12ゲーム、イートバックポイントが615ゲームから反省開始です。おっ、これは第マグマ行きましたね。618からマグマステージかなり早いですね、発生自体が。それで624ゲーム発生です。大きいですね。おっ、弱いけど大丈夫だかな。お、当たりましたね。628ゲーム、イノポイントからのペティト戦です。総投手が26本です。挑戦できます。浦和男性が20ゲームです。で40ゲームで23です。がいったんで、インローチャンス当選と、これはラッキー。早速来ましたね、2回目の挑戦でドハツ戦。はい、というわけでちょうど平均ぐらいですね。で、今残りが82ゲームです。はい、というわけで110ゲーム294枚でした。まあ最悪の事態は受けれましたけども、なんとかね500枚ぐらいは取ってきたかったですけどね。今のあたりもゲーム数的にはハマりましたけども、ご一行バコポイントからのご一行チャレンジが5分の3、イノバコポイントからの当選が2分の1。というところでは、ゲーム2での格闘も入ってるんで、まあ、内容は悪くないんじゃないかなと思うので、まあ、引き続き打っていこうと思います。469ゲーム、1等5ポイントマックスで、わー、めっちゃ熱い、マグマは当たり、というわけで、当たりです、470ゲーム、イノバクポイントからの当選です、4分の2ですね、これで。総投資が34本です。ああ、もう一発も挑戦。はい、来ました。なんとか早めに来ましたね。さあ、勝負どころ、勝負どころというか、どうしようもないですけど。大事なところ、いきます。もしもし、水戸です。もしもしちゃま、おじいちゃまじゃよ。いい句があるんじゃが聞いてくれるかの。乗らぬなら乗るまで待とう。さあ、まずは100を超えろ。うわー、ダメ。100ゲーム、まあまあありがとうございますですよ。というわけで120ゲームスタートです。はい、140ゲーム387枚です。よし、あースイお昼過ぎて稼働課題で上がってきたところで、まあ、ちょっと周り見に行ってきたんですけども、マジリスク絆が出玉でいうと4台ぐらいついてるんで、おそらくまあ2台か3台ぐらい、まあ、強いであるんじゃないかなというところと、まあ、それ以外にも、まあ、メイン機種中心にやっぱり1台は良さそうな駆動してる台もあるんで。まあ今日はそういう感じかなと。ただ高門茶ももう全体悪くはないんで、まあ、僕の台の挙動も悪くないんで、ちょっとねなんとかひと頑張りしたいですね。お、いいところで来ましたね。どっちも290ポイントぐらいあるんで、これでダブルポイントがたまったと。120、200、80ゲーム。ダブルポイントでのルーレット。いくでございます。さあ、うわー、最低でも 50% あるんでね、有無を言わさず直撃当たってほしいですよね。おお、移動チャンスかと思いきやミネトで107ゲーム、ラブラブミネト。とりあえず今日晴れてよかったね。してもらわないと。じゃあおめかししてきちゃった。次どこ行こうか。え、どうしたの？さあ合計 30% です。え、本気なの？ありがとう。で129ゲーム脱走からのです。総投資が44本です。40ゲーム合計が40ゲームスタートです。まだストックあるのかないのか。やっぱり110ゲーム348枚で終了です。そろそろいってもいいんじゃないの？ガゼン。はい、ちょっと今 AT 終了後すぐの状態なんですけども、これちょっともう一度周り見に行きたいと思います。今打ってたコーモンチャーマーの挙動がちょっと弱くなってきたところで周りちょっと見てるんですけども、かなり稼働が高く負け台中からなかなか期待してある台見つけれないんですけれども、おそらくメイン機種中心に最低1台ないしは2台は高設定っぽい台があるので、まあ、そういった中でまだ高設定挙動を示してない機種もあるので、その中に高設定あるんじゃないかなと思うので、まあ、それを探しつつ、まあ、今のところは見当たらないのでゾーン狙い、天井狙いできる台があったら、まあ、ピンポイントでして、まあ、最終的に高設定台座れればなと思うので、まあ、いい台あくまで、時間かけて待ちたいと思います。はい、次はこのマイジャグラー3なんですけども、当日2600回転でビッグレギュラー10回ずつ合算133分の1っていう台なんですが、ジャグラーコードを見てると、9台1塊で見たときに2台、どの島にも2台ずつぐらい、合算だけで見ると設定6もしくは設定6超えてる合算がある中、ここの列だけ今1台だけそういった台が見えてて、2番目に強いのがコロナイなんで、もしかしたらジャグラーコーナーは、まあ、2台ずつぐらい高設定入れてるんじゃないかなとも思うんで、コロナイ打っていきたいと思います。いきます。打ち出しが294ゲームの状態です。今持ちコインがだいたい350枚ぐらいです。まあ、AT 機 ART 機も結構まあ全体に散らしてる感じが見受けられるので、ジャグラーコーナー以前僕来た時は、ハッピージャグラーが前代強いみたいな感じだったんですが、今日ジャグラーコーナーも機種関係なく散らしてるんじゃないかなと思います。344ゲーム単独のボーナス、ダクダービックボーナスです。持ちコインで当たりました。まだまだあれですけども、とりあえずこれでブドウちょうど50個でだいたい 6.1 分の1ぐらいですね。とりあえずこれで持ちコインの1000枚は超えたと思います。なんで残り1000枚ちょい。41ゲームビッグボーナスです。多分これでこの台のピークぐらいの出玉になったんじゃないですかね。それでも多分あと600枚ぐらい。多分このビッグで持ちメダル1700か1800ぐらいまでいったと思うんで、あと早めのビッグ2回くればまくってるかもしれないですね。15ゲームビッグボーナスです。おー5ゲーム多分まくった。はい、というわけで、今のビッグ終了でおそらく、投資分の2112枚、届いたと思うのと、あと、閉店まで時間、結構もうなくなってきたんで、毎弱の設定6っていうならまだ売ってもいいと思うんですけど、6ではないと思うんで、なおかつ時間ない中でもう一度マイナスになってから取り返すのも大変なんで。まくったこのタイミングで本日の実践終了にしたいと思います。回収が2394枚でした。お疲れ様です。実践終了いたしました。本日の立ち回りなんですけれども、朝一から設定狙いで2機種を打っていたわけなんですが、なかなか設定カンパ、しにくい状況の中、投資だけが膨らんでしまい、ちょっと苦しい展開になってしまったんですけれども、その後、ジャグラーコーナーが本日に限っては特に強いんじゃないかなという挙動が見えた中、島全体の、なんとか傾向を読めた結果、マイジャグラー3の、おそらく僕の中では設定5だったんじゃないかなという台に座ることができ、なんとか、結構なマイナスがあったんですが、それをまくることができました。本日の結果なんですけれども、投資が2112枚。回収が2394枚、3枚がプラスの282枚でした。本日でなんとか連敗ストップすることができましたので、これを機に連勝できるように頑張っていきますので、応援よろしくお願いいたします。